戦没者の谷、戦没者の谷、または、バジェで、ロスカイイドスは、スペイン・マドリード州産、ロレンソ・デル・エスコリアルにある、国立の慰霊施設。スペイン内戦で戦死した兵士を称えるため、スペイン総統フランシスコ・フランコが、グアダラマ山脈の谷に1940年から1958年に、かけ建設した。しかし、称えられている名前は、 オセアントニオ・プリモデリベラとフランコ自身の二人だけである。フランコはこの施設が国による償いの行為であるとも主張していた。フランコ支配時代の名残であるこのモニュメントとカトリック教会のバシリカは特に政治犯によって建設されたという事情もあり、未だに論争の過中にある。この複合施設を運営管理するのは政府機関の一つ国家財産委員会である。 巨大な本堂ファイル、バレデロスコドウスメンクーポラ1、ドット JPG キューポラのモザイクが修道院。修道院から見た十字架谷には、花崗岩の稜線をくり抜いた、世界最大級のバシリカ、バジェで、ロスカイイドスのサンタクルス聖堂と、152.4メートルという、世界一の高さを誇る石像の十字架がそびえている。1960年、 ローマ教皇ヨハネ23世は地下のお骨堂にバシリカの格を認めた。地下バシリカの空間は掘り抜いたものとしてはローマのサンピエトロ大聖堂の地下のお骨堂より広い。サンピエトロ大聖堂と争うことをはばかり、入り口近くの内部には間仕切り壁が作られており、通路のかなり広い部分が封建されないままになっている。ペドロム古とディエゴメンデスがそれぞれ均等な。 広さを設計した本堂は、フランコによれば、字が忘れ去ることを拒む普及の業績であり、20世紀スペイン建築の記念碑となっている。それは、エルエスコリアル修道院を作った、フアンデエレーラの古典建築のリバイバルを意図した、スペイン独自のネオエレリア様式で設計されていた。アルベルト・シュペイアや、 ベニート・ムッソリーニによるローマのエウローパのような国際的古典主義に根ざしたこの建築様式は戦後スペインの公共建築で広く採用された。正面入り口頭上と十字架の基礎部分に刻まれた神々の彫刻はフアンデア・バロスの最高傑作であると言える。このバシリカの前は広場となっており遠く離れたマドリード郊外と谷の壮大な眺めが味わえる。 長いアーチ型天井を持つ、納骨堂は何千人もの共和国派の受刑者が固い、花崗岩をトンネル状に掘り抜いたものである。巨大な浴狼が山を貫いており、ちょうど十字架の真下で交差している。連鉄製の門の上には、フランコの好んだハプスブルク家の紋章、相当の和紙が目立つよう飾られている。バシリカに入ると、すぐ訪問者は、剣を手にした。 アールデコ町の巨大な金属製の天使像が2体、側面に立っているのを目にする。バッシリカと十字架の土台はケーブルカーで結ばれている。バッシリカのドームの頂点から十字架頂上部の跳ね上げ、扉をつないで十字架内部には螺旋階段とリフトがあるが、これらの利用はメンテナンススタッフに限られる。山の反対側にはベネディクト海に属するバジェで、 ロスカイイドスのサンタクルス修道院があり、ここに暮らす聖職者たちは戦没者の安息のため常にミザを捧げている。この修道院は王立修道院の格を与えられている。モニュメントを含む戦没者の谷はエルエスコリアルの北東約1 0トルにあり、国立公園に指定されている。谷の地下には4万人の遺体が埋葬され、それぞれの名前は記念碑に刻まれている。 この谷には、ナショナリストの兵士、共和国派の兵士が共に埋葬しているとされているが、モニュメントは明らかにナショナリストより、反共産主義よりの色彩を帯びている。これは、フランコのナショナリスト政権と、カトリック教会の結びつきの強さを反映し、神とスペインに準じた者たちよ、という名が刻まれている。加えて、 フランコがこのモニュメントを建設するという発表を行ったタイミングを見れば、このモニュメントがナショナリストだけのために作られたということは疑いない。1940年4月1日、共和国に対するフランコの勝利1周年を祝う戦勝パレードが行われた1940年4月1日、フランコはこの戦いで命を落とした人々のための壮大な施設を建てる、 個人的な決定を発表したのである。今日、スペインの社会労働党政権は、戦没者の谷を民主主義の記念碑または民主主義のための戦いで命を落とした、全スペイン人のための施設として設計し直す、計画について議論を行っている。他の政党、特に中道カトリック政党は、戦没者の谷は、すでにナショナリスト、共和国双方の軍人、 民間人すべての犠牲者のために捧げられていると考え、政権の動きは共和国側のためだけに再編するものとみなしている。フランコの死後の1975年、暫定政府はこの地を相当の埋葬場所として指定した。しかし、実はフランコ自身は谷に埋葬されることを望んでおらず、マドリードへの埋葬を望んでいた。 バッシリカの外、谷の下に横たわる内戦の戦没者とは異なり、フランコは、教会内部に埋葬された。彼の墓は、主祭団の聖火大歌唱石川、名前が刻まれただけの簡素な墓石の下にある。フランコは、バッシリカに埋葬された二人目の人物であった。フランコは以前、ファランヘ島創設者、アントニオ・プリモデ・リベラを、祭壇横の本堂に埋葬させていた。 フランコに先立つこと39年前の1936年11月20日に死んだプリモデ・リベラの墓は祭壇のちょうど反対側にある。現在、戦没者の谷は人気のある観光地である。また、毎年11月20日に近い土曜日になると、フランコ時代を懐かしむ人々やファランヘ島の活動家による記念行事が行われている。 建設事業そのものは2万人の共和国派政治犯による強制労働によって行われた。そのうちの14人は殺害され、数多くが負傷した。こうした強制労働者たちが自ら償いをする、罪を自覚する機会を持つよう意図されたのだ。スペインのナショナリスト政権が掲げたモットーは交渉に仕事させるであった。しかし、バッシリカと十字架建設を 囚人の強制労働で行わせたのは議論の的となっている。囚人労働者の中には複雑な仕事を要求されるほどの熟練した腕を持つ者もいた。現場にいたこれら受刑者の中には有罪判決を下された政治犯もいた。これら多くの政治犯たちは労働が終了するまで安心することができなかった。大きな石の塊の運搬は安全対策に欠けており、 毎日のように事故が起き、死に至るケースも多かった。1940年のスペインの方では、1日の労働によって2日間の食材ができると認めていた。バッシリカで労働を行うとこの恩恵は6日分に当たるとされた。記念碑建設において、共和国派政治犯は政権による山の開拓に参加を強制され、かつ自らの政治思想を守るために、 判決として課せられた罪の案がないをもさせられた。現在、元独裁者を祝う政治集会は2007年10月16日のスペイン会における投票で禁止されている。戦没者の谷を運営する組織は、共和国によって殺された人のみならず、内戦時代に死んだすべての人々、弾圧されたすべての人々についての情報を共有するよう求められている。 2018年6月に発足したペドロ・サンチェス首相、率いる左派のスペイン社会労働党政権は、フランコの遺体を戦没者の谷より移転させることを8月に閣議決定し、9月13日に、スペイン会議会は、賛成176、反対に、危険164によりフランコの遺体を戦没者の谷より移転させることを決議した。ありがとうございます。